で高校2年の時に学園紛争が、でも違う東大に入ってるよね。そうそう、浪人っていうのは当たり前だったから、浪人は寸大に行ったんだけど、すぐパチンコ屋に寄って競馬のアルバイトがあるって、浪人の時に麻雀を覚えて、さてさてインタビューします、はい、勉強はさできたのできなかったの小さい時、うん、小さい時普通で中学に入って社会科で満点取って、それから勉強するようになって、うん、まあ中学の時はできたかな。中学校の先生の免許も社会の免許も、ああ社会の免許持ってるよ。え、で中学校でいやなんか本当オールゴールみたいな成績を見せられたっていう記憶があるんだけど、オールゴールじゃなかった。オールゴールじゃなかった。そう、国語はできなかった、あんまり。なんかね、そう成績を見せられた記憶があるんだよね。じゃあ国語以外はでも5だったわ。うん、5だった時がある。うん、それね、見せられた。でもだって一応ほらね、鶴見に入れるぐらいだから、それは勉強しないと入れないじゃない。あー、鶴見はそんな勉強しなくともまあまあ入れた高校だったかな。公立のだってさ、水蘭はあったの？水蘭あったよ。水蘭か鶴見かっていう風なあれだったけど、うん、まあ水蘭は本当に学年でトップクラスの、うん、で鶴見の方は仲間が結構友達が行ってたからね、うん、だから別にだから鶴見っていう風には思ってたけどね。今もすごい差が開いちゃったよね、水蘭、うん、鶴見ってね、もともとね学校の先生の教員が強くて、でとにかく自由な校風で楽しかったよ。で高校2年の時に学園紛争がずっと大学から飛び火して、うん、で神奈川県の中では川崎高校と鶴見が、うん、鶴見が2番目にやったのかな、うん、でそれからだから高校2年の2学期の中間テストでその封鎖があって、でそこまではうんと勉強してたけど、そこからだから全く勉強しなくなったね。え、学校が封鎖されるの？そう、高校3年生の先輩たちが校舎を封鎖して、でそこでまあ学校改革しろっていうようなことで中間テストがそこで止まった。なんかそんなような話は聞いたけど、高校の時からね。そう、高校の時ちょうど高校1年の時に東大紛争が終わって東大見に行ったことある、うん、ああ、なんか東大見に行ったみたいな話は聞いたような気がするな。で俺がだから3年後に俺がここに入るんだって、はいはいはい、ドラゴン桜入るんだ。そうやって思って、うん、あ、なんかで、ね、その話も聞いたような気がする、うん、でも違う東大に入ったけどね。そうそうそれでどうしたの？その後でも高3で勉強しなかったわけでしょ。だから高校2年の2学期からずっと集会っていうことで、毎日だからみんなが集まって集会をやってた、ね、全校集会で、だほとんどだからそれからずっと勉強しなかったね。で高校3年になってから、うん、結局高校2年生までの単位が取れてるっていうことで、うん、それで高校3年の時はずっとだから午前中で終わった。だから毎日が土曜日だった。そういう感じなの、ね、でも受験したわけですよ、大学受験は。大学受験のその頃にはだからもう大概浪人っていうのは当たり前だったから、その時どうやってだか部活剣道やってたけど、まあそうね、剣道高校3年の終わりまで続けてたよ。で案の定浪人して、え、じゃあ受けたと覚えてる？高3の時に受けた大学とか覚えてる？大学ね、中央と大学行って剣道やりたかったから、うん、剣道の強い大学受けたかな。中央と法政だったかな。初めて聞いたわ。中央法政を受けて、うん、で落っこって、それで結局浪人をして、浪人は寸大に行ったんだけど、そうだね、それも知らなかった。四ツ谷の寸大だから申し込めば入れたってやつで、あ、寸大にもなんか層があるでしょ。市ヶ谷のなんかだと入れないけど、四ツ谷は申し込めば入れたっていうことで、うん、でもだから四ツ谷降りて結局だからすぐパチンコ屋に寄って、でパチンコやってた。鶴見から、鶴見から自分の家から通ってて、でいつもだから予備校に行かずにパチンコ屋に行ってた。ダメだ。だから勉強ほとんどしなかった。それで浪人してどこを受けた？
浪人して、でその時にホフさんのなんか記事があって、学校の先生になりたいっていうことでそのつもりでいたんだけど、ふとしたことで新聞の中でその日本で男性が保育士になるっていう、昔で言うとホフさんって言うんだけど、ホフさんがっていうのはその記事があって、あこれも面白いなと思って、で社会事業大とそれからまあ東洋も受けたんだけど、なぜ2つ受けたかって言ったら学費が安かった。社会事業大、社会事業大って今でもあるよ、国立並みの事業料で、で東洋もだから次第の中で一番安かった。年間8万5000円ぐらいじゃなかったかな。安っ、日本かって東洋だ。社会事業大は受からなかった全然。何学部？文学部教育学科。でそこでもほとんど勉強しなかったね。結局競馬とか行ってるって。あそれは浪人中。浪人中に行ってたの？浪人中に競馬のアルバイトがあるって。高校の先輩が宿直代行員って、宿直の先生の代わりをやってる先輩がいて、その人に夜高校の中へ泊まるっていうことで、それをやって、そこで同じように結局学費も金貯めなきゃいけないだろうっていうことで、その頃は川崎競馬場のアルバイトを紹介してもらってそこに入った。でそのバイトはねすごい良くて、でボーナスも出て、その頃だからボーナスで一箇所で20万ぐらいもらえたんじゃないかな。そこにやっぱり同じように学生がいたけど、鶴見だったから、そこには川崎競馬場と川崎競輪場と花月園競輪場って3つあったんだよ。でその3つを掛け持ちしてやれば、だいたい1箇所で1週間ぐらいかな、開催がそんなもんだから。学生の身でボーナスが100万以上もらってたからね。ほいでだからその頃で学生でクラウンの車乗ってたりとかね、だから浪人の時に麻雀を覚えてそれでバイトしながら麻雀やって、鉄前やって、開けたらバイトに行って、バイトの競馬場のとこで寝て、それでそれが終わったらまた終わってから麻雀屋に行って、それが浪人時代。そうそう、それが浪人。じゃあ何の授業起きてたかも覚えてないですか？浪人の何ですか？全然覚えてない。競馬の仕事は何ですか？審判っていうのがあって、昔ね、わかんないかな、着順だとかそういうあれを一番上で見てる審判がいるんだよ。それに下から上がってくる情報を手渡す、それだけ。それで結構な金もらってて、結構なお金もらってて、でもなんかバンバン使っちゃってたみたいな、いつもだから麻雀やって負けて、いつももらうと集金が来て金払ってっていうことでで東洋に入って、結局剣道はやめて教員になりたいって思いがあったから、子供たちに、まあ、人気があるようにっていうことで児童文化研究部っていうのを選んだんだ。でそれでまあ人形劇、人形劇やって、大学1年の時に合宿が青森であったのかな。青森でね、善光寺平って全然今でもだから知らない人がいるぐらいの、まあ、僻地で、そこに夏の間ずっと行って子供たちと遊んだりとかっていう、そういう合宿やって、でその後だから弘前で打ち上げやって、初めて弘前から山形の新庄前だったな、ヒッチハイクで帰ってきたって、そういうこともやったな。でその帰りに確かたまたま座席が隣同士になったって、横浜のおばあちゃんとその孫だったのかな、一緒にいてっていうことで、でその話をしてる時に自分が大学生だって言ったら、勉強教えてくれないかっていうことで、で家庭教師もやったのかな。教えられるんですか？そんな勉強してないのに。教えられたよ中学生だったから。で大学卒業簡単にできたんですか？簡単にはできたって、その頃だから大学1年2年の時はまだ学園紛争が大学の方でやってたから、うん、全部レポートだったね。なるほどね。授業がない、授業はなかったね。そんなめちゃくちゃな人でしたでその時部活で夏に合宿が帰ってきて、それで先輩と喧嘩して、それで児童文化研究部を辞めて、やっぱり実際に子どもたちと接してた方がいいなということで、まあ、横浜の今は全員銀行って多分ないと思うんだけど、その全員銀行ってとこで、まあ、今でいう児童養護施設を紹介してもらって、でそこでボランティアをずっと、それから3年半家にも帰らず、そこに住み込んでボランティアやってた。そこから、うん、まあずっとやってるわ。そう、
福祉の世界でね。そういうことですね。初めて聞いた話もいっぱいあったはい、本当そういうね、面白い話はいっぱいある。そうだろうね、まあ、ぶっ飛んでは絶対いるだろうなっていう、ね、見た目